選手たちがエスコートキッズと共に入場してまいります。青のユニフォームがホームのカターレ富山、そして今日はセカンドユニフォーム白のユニフォームで戦いますアウェーのギラバンツ北九州です。期待高い位置にはシーナもいる。まず左サイドを使って中にボールを入れてくる。最後はシーナのボレーシュート、八木下からのボールでした。山形ヘディングでもう一度右サイド高い位置、シーナ相手の股を抜いてマイナスのパスからシュート。最後は期待のシュート、しかし高橋ナイスセーブ。一連の流れご覧いただきましょう。シーナよく見ていました。そして期待のシュート、浦田から中へヘディングで返す、小木口戻ってきている、このボールはチャンスになるぞ、シュート。最後は井上、しかし決められませんでした。山形シーナの足元に入る、オーバーラップして脇本そばにいる、中にボールを入れたシーナ、ミドルで放った、バーに当たって決まった、決まったか。佐々木一輝です。前節の逆の形になりました。前節は佐々木一輝が放ったシュートがバーに当たって帰ってきたところをシーナが、今日はシーナが打っていたところ、枠に当たって帰ってきたところに佐々木一輝がいました。このシュートが枠に当たって そこに佐々木、よく足伸ばしました。八木下グランダーのパス、一旦戻して脇本、キーパーナイスセーブ。高橋今日は前半にも1本いいセーブがありました。ナイスセーブ高橋。井上か浦田か、左足浦田ゴールの前、お、判定はイエローカード。平井手に出たんですか。さあ PK です。北九州同点のチャンス、60分、池本決めれば3試合連続のゴール。決まりました同点、北九州が PK で同点に追いつきました。1対1。池本は前節に続いて似たような位置に決めていきました。残しているぞ、エリア中には3人入ってきた、八木下クロスだ、落下点は期待、ヘディングで全員で避けるシュート。江藤のシュートは認められません。このプレーです。ここがファールということになったんですね。セットプレーにも注意が必要とキーパーの高橋は話していました。カタール富山アディショナルタイムに入ってからのコーナーキック、ゴールの前段から見つけた、決まりました。八木下1点勝ち越しはアディショナルタイムでカタール富山。
山形からのコーナーキック、後ろから飛び込んできた八木下、片原と山3点目はなりません。タッチライン割りました。ここで試合終了、試合終了です。2017明治安田生命 J3 リーグ第15節、カタール富山対ギラバンツ北九州は2対1、富山が勝利を収めています。